どう？ どうかな？同じ画面文にし太た。さん、ゼッツ、元気さんいらっしゃい。同じ画面にした。しめじさん、あ、リロードしたら声が聞こえるように。あ、多分今ね、切り替えた俺が。カズエヌさん、大丈夫になった。なった？なんだろうね。しかも今度逆転しました。YouTube の方が作業画面。YouTube の方が作業画面になって。いらっしゃい。こんばんは。しめじさん、ショールーム側でギフトまみえるように W。アルチョコさん、ノイズがいなった。なんだろうね、これね。多分俺のやり方、これやばい、やばいんだね、これね。はぁ、あ、はい。ああ、やっちゃった。ああ、そういう。ジルーさん、不思議。そういうことなんか。あれ？多分ね、これ、OBS の多重起動でおかしいことになってんじゃねえかな。でもノイズはなくなった。しめじさん、いや、音声まだ OK です。どういうことだ？いや、まだ音声 OK。音声は OK のまんまってことかな？ OK。音声は、何をやってんだ。ちっともモデリング始まんねえな、これ。はい。ということで。しめじさん、音声 OK のままですね。謎だ。了解。カズエヌさん、どういうこと？全然わかんねえ、どういうことか。ね、普段多分 OBS を同時起動とかやっちゃいけない、やっちゃいけないっていうか、やらないと思うんだよね。俺はそういう方法でショールームとYouTube と同時にやってて、で、ほぼ同じ設定なんだけど、なぜか同じ設定の画面にならなくて、それはどうしてかわからない。普通やらない特殊なことをやったからか。慎太郎さんいらっしゃい、こんばんは。ショールームでは作業画面だけです。ショールームでは作業画面ですだけ。YouTube の方では俺が動いてます。なぜか動いてます。このボタンを超えると、お、切り替わる。切り替わった。誰かハートありがとう。で、こう、パカッ。ってやると切り替わる。画面が切り替わるんですよ。不思議と。カズエヌさん、お、いつの間に。なんかよくわかんないけど、画面がね、切り替わるんです。はい、はい、そんな感じで。まあいいや、やってっか。とりあえず音はまともになったみたいなんで、YouTube の皆さん、申し訳ございませんでした。多分、ショールームの方と同じ方しかいないと思うんですけど。コメントはわからん。コメントって。ライクさん。コメント。ギフトあげるから気を取り直して。コメント俺は打てるよ。コメント打てなかった？コメント俺打てるよ。元気さんと桜子。元気さんはだるま。桜子はハートありがとう。ルールカルさん。今晩ルールカルさんいらっしゃい。こんばんは。YouTube の方では動いてます。ショールームの方では動いてない。カズエヌさん。あ、コメント出ました。出ました？しめじさん。コメントいけるようになりました。よっしゃ、いけた。ありがとう。みんなありがとう。じゃあ、あれだ。そうしよう。こうしよう。ああしよう。そうしよう。12時までは、12時まではこっち顔映してるわ。じゃあ、せっかくだから。12時まではこっち映しとくわ。OK?OK? あと8分だけど。
あと8分。あと8分だけど、12時はまで、ショールームで顔出しします。顔出し。で、12時過ぎたら、YouTube のに切り替えます。そんな感じでやっていこうかなと。いかがでしょうか。いかがでしょうか。はい。ということでね。今日から定例にします。カズエヌさん。今日から定例にします。モデリングなんですけど、まあもう題材はね、決まってて、メスの獣、犬型を作っていこうとね、思っております。サイズ的には、こんなもんかな。ルユデタさん、今日から定例。今日から定例。今日から定例。大工さん、ショールームと YouTube で声が追いかけっこしてる W の。あ、それはごめん、どっちかをね、消していただいて。両方同時に見る必要は全くないので。それは遅延があるんでね。ショールームの方が遅いんじゃないかな。多分。ルユデタさん、カエルの歌輪賞。大工さん、幸せよ W。幸せなら、そのまま頑張ってもらって。頑張ってもらって。じゃあね、まあ、簡単に、ざっくりとね、形だけ。形だけでもね、作っていってしまおうかな。はい。ほら、なんとなくもう犬ができたよ。なんとなく犬っぽいのができたよ、ほら。どう？あとはメスに見えるかどうかだよね。ルイデタさん、犬的な何か。そう、犬的な何か。犬的な何か。まだちょっとライン入れるの早かったかな。いや、あ、なんかしばらくやってなかったから、やってなかったから、モデリングしてなかったから、すげえ変な感じする。ルユデタさん、昼飯がプリンだけジェッツ。昼飯がプリンだけジェッツ。おつ、飯おつ。もうざっくりね、形だけ作っていってしまいます。カズエヌさん、ルさん、プリンだけはダメなやつ。プリンだけはダメなやつだって。プリンだけはダメなやつ。ち
超適当だな。ルイデタさん、カズノブさん、カズノブさん、こんな作り方したことない。こんな作り方したことないけど大丈夫かも。こんな作り方したことないぞ。カズエヌさん、新しい作り方。そう、新しい作り方。ルユデタさん、そろそろ推しが3日くらい音信不通。推しが音信不通。大工さん、ショールーム時間切りますか。ショールーム時間切る。ん？あ、もうそれじゃあ59分なんで、ショールームの方さよなら。これ勝手に切れんのかな、それとも落とした方がいいのかな。落とした方が良さそうだね。じゃあもしまだ続きが見たい方は YouTube の方でお会いしましょう。それじゃあ皆さん、かっこいい、かっこいい夢見て寝てください。おやすみなさい。バイバイ。YouTube で。ルユデタさん、おつじ X。カズエヌさん、ひとまず、おつじ X。はい。おかえり、アルチコさん、おかえりなさい。おつ。おかえりなさい。アルさん、こんばんは。アルさん、こんばんは。YouTube の方に移動します。YouTube の方に移動します。ルユデタさん、ショールームが終わっちゃうので、配信は続く。配信は続きます。YouTube へ移動。わからない人は Twitter かなんかから言ってもらえると助かります。それじゃあね。バイバイ。もう12時だ。ちょっと、放置しといてみるか。アルさん。どうなるか。カウント中 W。カウント中。なんかね、今日メンテナンスで配信ができなくなるって書いてありました。12時から2時まで。12時から2時まで。ルユデタさん。マジですか？うん。マジです。でも止まんないね。止まんないね。いつとどまってもおかしくない。うん。いつ止まってもおかしくないです。そういうことなんです。そういうことなんですよ。アルさん。あえて、今カウント W。あえて今カウント。まあ、止まんないね。とりあえずまだ12時過ぎたけど、動いてはいるね。YouTube か。YouTube。YouTube です。久しぶりの YouTube です。お先に仕事行ってきます、行っときます。行ってらっしゃい。アルさん、50巻き。50巻き。長期連載終了。長期連載終了。ライクさん、正常に終われなくなるって書いてたから、やめて AW。だって。はい、じゃあ終了します。カウント終わったワールドワイドへ。ありがとう。アルチコさん、バイバイ。行ってらっしゃい。マナマナさん、元気さん、行ってらっしゃいませ。はい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 、これで YouTube 一本に、 YouTube 一本になりました。YouTube 一本になりました。YouTube の方のコメントは、あ、YouTube の方のコメントは、
なんだっけ、どれだっけ、これでいけんのかな。読み上げ、読み上げ。接続を追加、放送 URL、放送 URL、 接続いった、接続できました。これ YouTube のコメントも読み上げできると思います。こんばんは。俺が打てねえじゃん。こんばんは。あれ？どういうこと？こんばんは。だだだ。ジェット。ブランコこんばんは。こんばんは。カギマナマナ、ここ読み上げくるかな？カギマナマナマナ。読み上げきました。読み上げ以降成功。バンバンバ。かきまなまなまな。なんてなんてKAZNOG 読み上げちゃん来た。KOZNOG さん。読み上げ来ました。はい。ぬまなまなまなちゃん。ヤガミアン IORI なんだ。何言ってんだ。ジルー読み上げ。読み上げ。読み上げ。ヤガミアン IORI アルファベット読み。ユーシンさん、いらっしゃい。KAZNOG アルファベット、そのまま読まれた。そのままだね。ヤガミアン IORIIORI なんだ。こう。ヤガミアン IORI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 。何言ってんだ。ルクサ。ルックサ、ルックサ。ヤガミアン IORI、 わら。KAZNOG 草。はは草、みんな草。ルボク短くて草。みんな草。やっべ、なんかモデリングひどい、ひどい、なんかモデリングが下手になった気がするな。ヤガミアン IORI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 
ヤガミアンオンアールアイ遊んじゃってる。ごめんなさい。いえいえ。どうぞどうぞ。俺はあのモデリングしてるんでね、遊んでってもらって。ヤガミアンオンアールアイボーヨミちゃん面白すぎ。ひどいなんかね。あ、なんかやダメだね。なんとなしで作ってってもなんかひどい、ひどくなりそうな予感。メスなんでね。下のメスなんでねってなんだよ。
メスなんですよ。アルエアルジーゼッツ。アルエ、あ、アルチョコさんか、いらっしゃい。ヤガミアン IORI 犬のメス。そうだね、犬系のメス。あ、なんか雑。雑。もうこっから半分にしよう。と。ジルー可愛い系ですか。セクシー系ですか。セクシー系目指したいな、俺は。セクシー系。セクシー系を目指したいと思います。セクシー系を目指す。ヤガミアン IORI ワンダ IORI なんて沼ようがセクシーなのキュートなのどっちが好きなの。セクシーを隠し持ったキュート。ヤガミアン IORI セクシーを隠し持ったキュートがいいです。仕事行ってきます。ルさん、ルさん仕事行ってらっしゃい。もっとメリハリつけとくか。KAZNOG ルさん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あー違うな、入れたい方向はそうじゃないと。これが昨日だったら、昨日だったら何だっただ。これが昨日だったら何だったんだ。やべ、すげえなんか適当になってるな。超適当。適当すぎじゃないか、これは。大丈夫か。口の中を。口の中を。作っておきます。さっき SR でマナチョコさん&アルチョコさんも。上すぎる。
これで俺モデリングしたことねえな。この状態でモデリングしてても面白いな。これこのまあ別にアルウェイ RG 元気さん、また明日。いや、いい。ヤガミアン IORI ワンダー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 桜子ワンちゃん、かわいい。かわいいんじゃねえんだ、かっこいいんだ。ワンちゃん、なんかね、なんかここのラインが微妙。ヤガミアン IORI を花だ花だ花だ桜コン、かわいいのを作るんちゃう。いや、かわいいのを作るわけじゃないよ。メスを作るんです。かわいいのを作るわけじゃないよ。かわいいのは作らない。エッジが嫌い。僕はエッジが嫌いです。ヤガミアン IORI ちゃんとまつげ作ってくださいね。そうなんだよね。そう、迷うところっていうか、いつもやっぱね、メスっぽくする。桜子この棒読み呼び捨てに仕上がって笑。これね、設定でできた気がするけどな。設定で設定でできた気がすんだよな。ハンドルネームにさん付けするみたいな。桜子大丈夫よ、笑。なんだっけかな、なんかあったんだよね。連携、あ、小手半に継承をつける。これでいけるよ。ただね、3をつける場所。フルネームで呼ぶとすげえ長いからってやめたのかな。忘れた。何やったっけ。違う。これか。カギマナマナココさんどこかな。あった、大丈夫、できたよ。カギマナ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 。ヤガミアン IORI さん IORI に変更するか。そうなんだよね、動物系はさ、目を、目、動物系じゃって、メスは目を、まつげをってね、桜子さん、思うんだよね。くるくるしてね。思うとこはありますね。あとね、そう、髪型みたいな。髪の毛、そうそうそう。髪の毛生やすかどうかっていうのと、まつげとか、すげえ迷うんだよ。IORI さん、ワンダみたいに。迷うんだよね。
迷うヤガミアン IORI さん人間ボディ人間ボディ、もう一ライン入れとくか。もう一ライン、もう一ラインっていうか全然足りないと思うんだけど、足りないと思ってんですけど、結局後から増やしそうな気がするな。まあいいや、ゆっくり行こう。特に時間制限はないって。ゆっくり行こうぜ。で結局ライン増やす。桜子さん、このワンちゃん完成したらダーコが配信する。わら。ダーコって誰だ。こうしとこう。頭を割ります。こんなメッシュなんか意味あるのかな。こんなメッシュ意味あるのかな。まあなんか。で一回アベレージ、ちゃんとアベレージってかかったのか、違うな。なんかモデリングの感覚がおかしいな。モデリングの感覚がなんか狂ってきたな。もう錆びついてきた。ひどい。どういうありさまだ、なんか。ヤガミアン IORI さんは SR メンテだからか。かなぁ、メンテだからかなぁ。ヤガミアン IORI さん今知った。俺も。KAZNOG さん油を定期的に刺さないと。ねぇ。
油を定期的に刺さないとだよ、本当。これを一気に LINE に配置するのってどうやったっけ？誰か教えて。これ一気に LINE に配置するやつってどうやったっけ？なんかそんな機能があった気がするんだよな。LINE に揃える。LINE に揃える。LINE にスナップ。自動でスナップしてくれたような気がするんだけどな。今だからできるこんな手作業。今だからまだできる。違う。ヤガミアン IORI さん、今作ってるメスはタバコ吸うんかな？どうだろうね。タバコ吸うかな。吸ってもいいんじゃないかな。ちょっとメッシュを増やしすぎた感は否めない。メッシュ増やしすぎたかな。メッシュ増やしすぎちゃったかな。ヤガミアン IORI さん、 SR メンテ TTE。 なんて？ SR メンテ尊い。あれ？コメント、今コメントしたよね。 IORI さん、 SR メンテって何時までか分かります？2時までらしいよ。2時までらしいです。ヤガミアン IORI さん、コメント消しました。消したの？なんで？なんで消した？変なコメントした。ヤガミアン IORI さん、ありがとうございます。なんで消した？
ヤガミアン IORI さん途中で送ってしまったので。そういうことか。だからコメントが見えなかったのか。これで、デュプリケートスペシャルインスタンスと、丸いね、丸いね、頭。これね。昔、昔作ってたね。猫をね。ヤガミアン IORI 散歩目かな。昔作ってたね。ヤガミアン IORI さんへ。KAZNOG さん、猫ですか。猫じゃないですよ。猫じゃないです。アルエアールジーさん、急に身体が現れた。顔のサイズ的にはこんな。KAZNOG さん、すげかえ。でけえな、これ。いえいえ、作ります作ります、ちゃんと作ります、ちゃんと作ります。ちゃんと作りますよ。だいたいね、サイズ感をね、見たかったんですよ。こんくらいかな。俺の世界観的にはこんなくらいかな。もうちょっと顔ちっちゃい方がいいのかな。難しいね。難しいね。口がでかいのか。口がでかい気がする。
棒読み止まったね。なんで？なんで止まった？え？止まったね、急にね。なんで止まったんだ。急に止まった。バージョン上げろ。バージョン？バージョン接続を追加 YouTube多分つながったと思うんだけど、多分つながったと思うんだけど、ヤガミアン IORI さん IORI OK。 つながった。うわ、セントウィン君が来てんじゃん。ごめん、全然こんなっていうか止まってたから、読み上げが止まったから気づかなかった。セントウィン君、みんな覚えてるかな。昔ショールームでも配信してた。セントウィンって俺言ってるけど、セントウィンくんです。結局、セントくんのあのグループはどうなったんだろう。もう完全個人でやってんのかな、セントくん。バイアラン出た、バイアラン。バイアラン俺、で、バイアラン作ったよ。もうバイアラン作ったよ。バイアランとディック・ディアスとハイニューとナイチンゲールは作ったよ。俺の大好きな EXS ガンダムを作るだけだよ、あとは。コンプリート。戦と勝利戦闘員さんないなったよ、今個人。今個人だよね。もう、友達関係も解消しちゃったのかな。嘘。今ね、モデリングしてます。戦と勝利戦闘員さん圧倒的売り切れだった。あ、売り切れだった。もう俺速攻でね、このガンダムアルティメットフィギュア、アルティメットフィギュア。戦と勝利戦闘員さんそれは草。出るっていう情報を得た瞬間にもう箱買い予約したからね。このラインナップはすごいかっこいい。まあ EXS が入ってたっていうだけでね。どうしようかだよな。背が高い方がいいです。背が高い方がいいです。もう俺なんかより背が高くていいです。全然。俺なんかより高くていいです。気持ちこう。ヤガミアン IORI さん、ワンダー。ワンダかな。ちょっと待ってね。そうだ、セーブしてねえじゃん。またこう。ドッグ、ウーマンドッグ、ドッグ、ウーマン。
セーブしとくね。で、ヤガミアン IORI さん同じ文字の連投おもろい。あーあーあーってやつね。みたいな。ちなみに俺を。ヤガミアン IORI さんあー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 。ちなみに。あれ俺ヤガミアン IORI さんバラ俺がこれねこれ俺俺より大きい方がいいな。違う世界だなこれ。違う世界の住人だなこれ。ヤガミアン IORI さんに。に？に？もっと足長くしたくなる。ヤガミアン IORI さんに引きして何しとん？え？2匹して何した？それはもうあれだ。サイズ比較ですよ。もうちょっと大きくしようか。顔を。やっぱ人間風の体にするっていうのは結構無理があるのかな。首が長い方がいいですか？首は長い方がちょっといい気もしないでもない。やっぱでかいな。戦と勝利戦闘員さん、ケモカンガ。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 戦と勝利戦闘員さん、すごい。ケモカンガ。スウィン君元気でやってますか？スウィン君元気でやってるかな？犬？戦と勝利戦闘員さん忙しそうにしてる。忙しいことはいいことだ。忙しいことはいいことだ。サイズ感こんなもんでいこう。さようなら。さようなら、ただただ。はい、はい。ということで。
何時までやるかっていう話ですよね。まあ、1時には終わろう。1時には終わろう。で、口の周り、目の周り、目、ガッタガタだ。口の中をいつ作るかだな。ちょっとわかりやすくしとこう。耳、ざっくり耳の位置、耳、どういう耳にするか。ヤガミアン IORI サンタレレミミダックスみたいな。そう、そうするとワンダになってきちゃうね。アヌビスみたいな。どうしようかな。こう耳も悩みどころなんだよな。ヤガミアン IORI さんワンダー、ワンダーになっちゃうんだよね。ワンダーになっちゃうんですよ。KZ NOG さんどっちかというとアヌビス。今はねアヌビス。アヌビスになっちゃってるけどね。ああ、もっと少ない状態でやればよかった。クマ
ヤガミアン IORI 3品。耳垂らすってこういうことかな。適当。ヤガミアン IORI さん、スヌーピーみたいな耳。あ、そうだね。わかる、わかるよ。わかる。わかりますよ。わかりますとも。今すぐできないけど、わかりますともよ。わかりますとも。でね、今ちょっとね、適当にやってみてるだけね。やってみてるだけですよ。なんとなくこんな感じという。こんなんでしょう。ヤガミアン IORI さん、アフガン、ハウンドとか。なんかコメント、ヤガミアン IORI さん、ハウンドドッグ。この耳見ると101匹ワンちゃん、ハウンドドッグ。ハウンドドッグ。ハウンドドッグ。何、ハウンドってどういう意味？ヤガミアン IORI サンダルメシアン。あ、そうそうそう、ダルメシアン。ダルメシアン。ダルメシアンね。ワンダがダルメシアンかな。ワンダは違うね。ダルメシアンじゃないね。いや、狼のメス。まあいいか、狼っていうわけじゃなくていいか。
ダルメシアンにするか。ダルメシアンメス。ヤガミアン IORI さん、ワンダはダックスかゴールデンレトリバー。ダルメシアン。あ、ちょっと待って。アイコ博士。アイコ博士に俺何作ったっけ。アイコ博士作ってるじゃん、俺。よく考えたら、この耳どっかでと思ったら。みんなアイコ博士見したことあったっけ？あるよね。アイコ博士作ってんだよ、俺。アイコ博士。ヤガミアン IORI さん、アイコ博士、バニラアイコ博士、さくらこさん、あるあるわら、ほらもうぴったりだよ。ぴったりいるよ。ぴったりって言ったらぴったり。ほらアイコ博士作ってんだよ。アイコ博士改良すればよかったんじゃん、俺。ペロ。ヤガミアン IORI さんを。ほら、アイコ博士いるんだ、俺。いや。桜子さんそっくり。わら。アイコ博士は全然違うんだけど。アイコ博士は全然違うんだけど。戦と勝利戦闘員さんすご。これね、バニラアイコ博士に、お送りしたワンちゃんです。バニラアイコ博士っていうね、配信者さんがいるんですけれども。今思ったとかなりシンプルだな。超ローポリなんだけど。顔だけで言ったら。雰囲気が笑。いや、これとは違う。違う方向で。ヤガミアン IORI さん、何犬に。何犬にしようかな。何犬？何？一番セクシーな犬。テクシャついちゃった。テクシャついちゃったよ。世界一セクシーな犬。ヤガミアン IORI さん、アフガンハウンド。アフガンハウンド。アフガンハウンド。桜子さん頭、顔みたい。そう、目がついちゃった。目のテクスチャーがついちゃった。アフガン、ああ、これすごいね。アフガンハウンドってあれじゃん、これもう、ハンターハンターに出てきてるじゃん。ハンターハンターのあいつじゃん。知ってる？なんだっけ？ゾルディック家が飼ってるさ、毛も。あいつっぽい。ゾルディック家が飼ってる犬。犬だかなんだかわかんないけど。桜子さんだわ。1時になるよ。OK。どうする？の。そうだね、もう1時になるね。ヤガミアン IORI。ゾルディック家。それで、見て、見て。戦と勝利戦闘員さんでかいやつ。見て、見て、見て。ヤガミアン IORI さん、ちょっと違った。全然違いますよ。わら。シルエットがさ、なんか、思ったよね。これ。これ見たときにさ、これ見たときに、もうゾルディック家の犬を思い出したよね。これ
今、ハンターハンター読み直してます、これ。ゼブラックっていうアプリだとかなり、こいつ、オスなんだよ、きっと。ゾルディック家の犬、ミケは。すげえでっかく見えない、これ。めっちゃでかそうじゃん。まあでも、そしたら顔は長い。ヤガミアン IORI さん大きいですよ。ねえ、大きそうだよね。ちょっとな、顔長えな。顔長えな。そう、耳な。耳な。世界一セクシーな犬って検索するとすると6ってもねえな。ヤガミアン IORI さん、自然と消えるのがブルドッグですね。ブルドッグ、あえてブルドッグ。セクシーな犬。じゃねえな、これ美しい犬かな。どんな美しい犬。やっぱなんか耳とか垂れてるとすげえ髪の毛をみたいな雰囲気があって綺麗だなみたいなのはわかるな。なんか、桜子さんビキニ着せりゃ笑。そういうセクシーではなくてね。セクシーじゃないよね。なんだろうな。美しい犬かな。おい、ちゃんと考えてこないと全然すまんわ。アフガン、シェットランド。あー。ラフでも描いておきますか。ねえ、シェットランドいいね、これね。桜子シェットランド。課題にしやすか。シープドック。シープドック。シープドック。シェットランドシープドックっていうのね。シェットランド。ああ、シェットランドいいかもね。でもこの体中のふさふさ感をどう頭の周りだけやるとなんかちょっと違和感があるかもしれないな。確かにいい顔はしてる。いい顔はしてる。悩もう。はい。ヤガミアン IORI さん、個人的にはコリー好きですけど。コリー犬。ああ、コーリーの方がなんかもうちょっとシュッとしてるのかな。シェットランド。コーリー。でもこのシェットランドもコーリーもさ、体の毛もこの合わさった全体のシルエットっていう、これを頭だけにするとさ、どんな感じなんだろう。まあいいか、そんなの関係ねえ。関係ねえ。コーリーいいね、コーリー。わかる。シェットランドコーリー、シェットランドコーリー。シェットランドコーリー。おい。
博士作って、もう一回博士作ってた感じすんな、俺な、これ。この作り方。なんか覚えてたんだろうな、きっとな。愛子博士を。はい。ということで、明日は、水曜日なんで、マインクラフト。まあ、もうまあ、テクシャついちゃってるしね。しかも、愛子博士全然違うからね。みんな。愛子博士。愛子博士調べてみて。愛子博士。愛子博士全然あんな犬じゃないからね。俺が勝手に愛子博士って、ほら、愛子博士ってこんなんだからね。愛子博士をリアルにするとどんな感じになるかと思って俺が勝手に作ったやつだからね。あれが愛子博士じゃないからね。俺が愛子博士だからね。IORI さん、コヨーテさんの方も、コヨーテ博士は、コヨーテ博士にそっくりに作ったらあるけどさ。ヤガミアン、IORI さんを、はい。ということで、明日は、マインクラフト、やります。明日、もう YouTube もな、同時にやっていきたいよな。こう、アーカイブ載せんのめんどくせえしな。でも今日なんか、俺のやり方、やばいことに気づいたしな。よし。はい。ということで、長い時間、今日も皆さん、だいたい同じくらい、11時半とかくらいからかな。まあ早くやれんだったら早くやれた方がいい気はしてる。11時台です。まあ2時間くらいはやろうとは思ってるんで。はい。じゃあ皆さん、今日もかっこいい夢見て寝てください。おやすみなさい。じゃあね。バイバイ。カギマナマナココさんオツゼッツ。さくらこさんおやすみ。戦と勝利戦闘員さんお疲れ様でした。KAZNOG さん了解。オツゼッツ。